アガサクリスティ、アガサメアリクラリスサクリスティ、デームアガサメアリークラリサクリスティ、ダビー、旧姓、ミラー、ミラー、1890年9月15日から1976年1月12日は、イギリス生まれの推理作家である。発表された推理小説の多くは、世界的なベストセラーとなり、ミステリーの女王と呼ばれた、英国推理作家のクラブである、 ディテクションクラブの第四代会長。メアリー・ウェストマコット、メアリー・ウェストマッカート名義の小説が六作品ある。日本語表記は、クリスティ、クリスティガール。1890年、フレデリック・アルバ・ミラーとクララ・ベイマーの次女として、イギリス南西部のデボンシャーに生まれる。三人指定の末っ子で、十歳近く年の離れた姉と兄がいた。しかし年頃の姉マーガレットは、 寄宿学校におり、長兄、モンタンとは、パブリックスクールを対抗して軍に入隊していたために、幼少期を共にする機会が少なく、もっぱら両親や使用人たちと過ごした。父フレデリックは、アメリカ人の事業家だったが詳細に乏しく、祖父の残した遺産を投資家に預けて、自身は働かずに暮らしていた。母クララは、父の十枚で、少々変わった価値観を持つ。 変わり者として知られていた。母の得意な性格は、アガサや家族の運命に少なからぬ影響を与えたが、フレデリックは奔放な妻を生涯愛し続け、アガサも母を尊敬し続けた。少女時代のアガサは、兄や姉のように正規の学校で学ぶことを禁じられ、母親によって直接教育を受けた。母、クララの教育に対する不思議な信念は、 大きな影響を幼いアガサに与えた。例えばクララは七歳になるまでは字が書けない方が良いとなぜか信じており、アガサに字を教えなかった。それによりアガサは一般の子供より識字が遅く、父がこっそり手紙を書く手伝いをさせるまで満足に文字を書けなかった。変則的な教育は字を覚えた後も独特の癖をアガサに残してしまい、現存している子供時代の手紙は、 スペルミスが非常にいい。同年代の子供がパブリックスクールで教育を受ける間、アガサは学校に入ることを許されなかった。同年代の友人のいないアガサは使用人やメイドと遊んだり、家の庭園で空想上の友人との一人遊びをしたりして過ごし、内気な少女に育っていった。一方で、父の書斎で様々な書籍を読みふけって過ごし、 様々な事象に対する幅広い知識を得て、教養深さを養うことができた。また、事情から一家が短期間フランスに移住した時、礼儀作法を教える、私学校に入って演劇や音楽を学んだ。結局、母は最後まで、正規の教育を学ぶことは許さなかったが、アガサ自身は、自らが受けた教育について誇りを持っていたという。父の破産と病死。 自身の結婚と離婚など様々な出来事を乗り越えながらも、アガサは小説家として活動していった。第一次世界大戦中は薬剤師の助手として奉仕活動に従事していたが、終戦後にスタイルズ層の怪事件で推理作家としてデビューした。1909年、自身初の長編小説、砂漠の雪を書き、作家イーデンフィルポッツの指導を受ける。 私生活では1914年にアーチボルド・クリスティ・大尉と結婚し、1919年に娘、ロザリンド・ヒックスを出産する。第一次世界大戦中には薬剤師の助手として勤務し、そこで毒薬の知識を得る。1920年、数々の出版社で不採用にされた後、ようやくスタイルズ層の怪事件を出版し、ミステリー作家としてデビューする。 1926年に発表したアクロイド殺しにおける大胆なトリックと意外な真犯人をめぐってフェアかアンフェアかの大論争がミステリファンの間で起き一躍有名となる。また、この年には母が死去しており、アガサは謎の失踪事件を起こす。1928年にアーチボルドと離婚するが、1930年の中東旅行で出会った。 14歳年下の考古学者のマックス・マロー・ワン。1904年5月6日から1978年8月19日とその年の9月11日に再婚する。1943年にカーテン及びスリーピングマーダーを執筆。死後出版の契約を結ぶ。私生活では孫マシュー・プリチャードが誕生している。1973年に を発表。これが最後に執筆されたミステリー作品となった。1976年1月12日恒例のため、風をこじらせ西洋先のイギリス、ボリングフォードの自宅で死去。死後、スリーピングマーダーが発表される。意外は、イギリスのチョルシーにあるセントメアリ教会の墓地に埋葬された。アガサ・クリスティ失踪事件とは、 ロンドン近郊の田園都市サニングデールに住んでいたアガサ・クリスティ、当時36歳が1926年12月3日、自宅を出たまま行方不明となった事件を指す。警察は行方を探す一方、事件に巻き込まれた可能性も視野に入れて捜査をした。口実するように、アガサと夫のアーチーは問題を抱えていたことから、アーチーの犯行という推論も出た。 有名人の失踪、複雑な背景は結果として、新聞の興味をかき立て、報道により、事件を知った大衆から、多数の目撃情報が寄せられた。その検証のために、大勢の人間が動いた。捜査機関を含む関係筋から動員されたのは、延べ人数で数千人に及んだとされる。マスコミの盛り上がりにより、ドロシーエル・セイヤーズや、アーサー・コナンドイルもコメントを出した。 十一日後、保養地のホテルに、別人名義、夫の愛人のテレサニールで宿泊していた彼女が、家族の確認の上で保護されることで決着した。そのため、アガサイレブン・ミッシングと呼ばれる。当時のクリスティは、ロンドンの金融街で働いていた夫のアーチー、一人娘のロザリンド、当時七歳と、田舎の大邸宅で暮らしていた。アー,ーは休日はゴルフに熱中していたが、 妻は、ゴルフはせず家事はイドを雇い、仕事に関しては、秘書のシャーロットを住まわせていた。シャーロットは、クリスティの信頼を得て、長く彼女の側で務めることになる。キャリアにおいては、アクロイド殺し、1926年により、ベストセラー作家の仲間入りを果たす一方で、事件の前には、最愛の母親を亡くし、また夫には別に恋人がいた事実に傷つけられていた。 事件の起きた日、クリスティは住み込みのメイドに行き先は告げずに外出すると伝え、当時は珍しかった自動車を自ら運転して一人で出かけている。その際に彼女は秘書のシャーロットと夫に手紙を残している。なぜ失踪したのかについては、諸説あり、電気作家の間でも、この件については、心身が耕弱していた意図的な行動であったと意見が分かれているが、 自伝では事件について触れていない。しかし、事件の結果として、マスコミや世間の後期の対象とされたクリスティが心に傷を負った点、そしてこれ以降の彼女の内面世界が徐々に変化を見せた点にしては、諸説一致している。この失踪事件を題材に、独自の解釈でアガサクリスティをめぐる人間模様を描いた映画。 アガサイの失踪事件が1979年に公開された。1920年のデビューから85歳で、亡くなるまで長編小説66作、中短編を156作、戯曲15作、メアリー・ウェスト・マコット、メアリー・ウェスト・マッカート名義の小説6作、アガサ・クリスティマ・ローアン名義の作品2作、その他3作を執筆。ほとんどが生前に発表されている。 中でも、アクロイド殺し、1926年、オリエント急行の殺人、1934年、ABC 人、事件、1936年、そして誰もいなくなった、1939年等は、世紀をまたいで番を重ねており、世界的知名度も高い。推理の謎解きをするエルキュール・ポアロ、ミス・マープル、トミーとタペンスといった、名探偵の生みの親でもある。 アガサの推理小説は旅から生まれたとりわけ離婚後のオリエント急行でのイスタンブールやバグダードへの一人旅は大きな影響を与えたと言われている。アガサの推理小説の魅力は殺人のトリックの奇抜さと合わせ旅から得た様々な知識が背景描写に使われていることとされる。オリエント急行でのイスタンブール行きは38歳の離婚後 友人の家に招待された時に聞いた話がきっかけとなった。1928年10月のことである。初期の作品はビッグ4や秘密機関など国際情勢をテーマにした作品があったり、ドイツや日本が関係する作品があったりするなど国際情勢に関する話が多い。冷戦時代はソ連のスパイも話題に上っている。地日化という話はないが、 多くの長編小説でわずかに日本について触れられており、ストーリーにはほとんど関係のないものばかりだが、着物、オリエント急行の殺人や、力士、コルジョー殺人事件などの単語や、第二次世界大戦前の緊張気味の日本の様子などがたびたび登場する。そのファンからなるアガサ・クリスティ教会によると、彼女の作品は英語圏を超えて、 全世界で10億部以上出版されている。聖書とシェイクスピアの次によく読まれているという説もあり、ユネスコの文化統計年間、1993年では最高頻度で翻訳された著者のトップに位置している。ギネスブックは史上最高のベストセラー作家に認定している。日本でも早くから紹介され、早川書房はクリスティ文庫としてほぼ全ての作品を翻訳している。 クリスティが作品を発表した20世紀初めのイギリスは保守的な風潮が世間に残っておりトリックに対するフェアアンフェア論争が起こったり犯人の正体がモラルの面から批判の的になりするなど是非が論じられていた同時にラジオや映画といったメディアが発達していたことで作品が広く知られることにもつながったクリスティは人見知りの傾向を持ち失踪事件 1926年でマスコミの餌食とされたこともあり、意識的に表舞台から離れるようになったが、これが神秘的なミステリーの女王伝説につながっていた面がある。長編小説66作、中短編小説156作、戯曲15作のほか、ミアリウェスト・マコット名義のロマンス小説や自伝など数作ある。また生前中に刊行されなかった作品や死後に、 見つかった未発表作、小説作品の擬曲か、あるいはその逆など細かいものを含めれば、まだ数点増える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。